高校の文化活動の祭典、岩手県高等学校総合文化祭の総合開会式が10月4日、12年ぶりに一ノ関市を会場に開催され、地元高校の文化部による演目披露や生徒企画で盛り上がりを見せました。多彩な分野で発揮される高校生の表現力、その集大成をダイジェストで紹介します。今年の県校文祭は、鳴り響け岩手の旋律風に乗せ、未来奏でるファンファーレ。一ノ関文化センターを会場に行われた総合開会式は、一ノ関二高太鼓道場部の演舞で幕開けし、吹奏楽専門部によるファンファーレと開会宣言に続いて、生徒企画委員長を務める一ノ関二高の佐藤綾乃さんが歓迎の言葉を述べました。第42回岩手県高等学校総合文化祭総合開会式の開会を宣言します。一ノ関工業高校2年の鈴木なごみです。同じく一ノ関工業高校2年の菅原陽です。よろしくお願いします。第42回岩手県高等学校総合文化祭総合開会式、生徒企画委員長一ノ関第二高等学校佐藤綾乃が生徒を代表して歓迎の言葉を申し上げます。私たち生徒企画委員一同はこの日のために一生懸命準備してまいりました。一ノ関市は夏になると毎年開催される岩井川花火大会をはじめ、餅食文化や神楽といったさまざまな文化を大切にしています。文化を継承することは大変なことかもしれません。絶えることのない大きな川の流れのように、新しい時代へ、また次の時代へと届けることができたら、自分たちに帰ってくるものもきっと大きいはずです。ステージには岩手県高等学校文化連盟の加盟校10の支部107校が入場し、各支部の特色や活動について紹介しました。共同芸能である鬼剣梅の伝承活動をしています。ジェット校発見の地、国際リニアコライダー誘致での注目もされる奥州市です。大船渡高校自然科学部では、三陸ジオパークを広めるためジオプロというプロジェクトを立ち上げました。大槌高校の復興研究会では、震災の経験を生かし防災マップなどを作るなど活動しています。なんとですね、統合した後も2つの校舎で別々に授業をするんですよ。で、部活だけは統合します。毎日放課後に片道6キロ通います。大変です。はい、宮古支部でした。最後は開催地、ここ一ノ関支部。皆さんこんにちは。一ノ関支部です。一ノ関市は豊かな自然に恵まれています。岩井川をはじめとし、佐哲川、北上川など多くの川が流れています。その中でも岩井川は厳美系、佐哲川は芸美系を有しており、一年を通じて多くの人が訪れています。自然豊かな一ノ関市にようこそ。主催者らの挨拶や表彰が行われた開会式第1部に続き、2部では地元の高校による合唱や日本音楽、郷土芸能の披露と合わせ、これまで長い時間をかけて総合開会式の企画や準備を頑張ってきた生徒企画委員会による企画コーナーが次々に繰り広げられました。県内各地から参加している同じ世代の仲間に向けて、一ノ関市の変遷や偉人、観光、水害の歴史などをクイズや寸劇など多彩な演出で紹介します。一ノ関平泉で食べられている餅は約何種類でしょうか。 A 50種類、 B 100種類、 C 300種類。正解は C
C の300種類です。成り立ちについてご紹介します。1889年4月1日町村制が施行され、一ノ関村の一部が町制施行し、西岩井郡一ノ関町が成立されました。1956年9月1日1964年5月1日境界変更により平泉町の一部を編入しました。一ノ関市の地名の由来ですが、大きくは3つの説があります。1つ目は、平安後期まで府州の長として奥六郡を支配した安倍氏が、一ノ関、二ノ関、三ノ関と砦を築いたことによるとされています。日本辞書史上普及の名著として名を残しています。その後、新たな辞書編集に取り組み、文彦没後の昭和10年、大限界として刊行されました。セントラルハイランズ市、平成20年に旧藤沢町とセントラルハイランズ市が国際姉妹都市の提携を結んでいました。特色ある文化部について紹介します。おことの大きさはどれくらいですか？はい、おことといってもいろいろな種類がありますが、私たちが使っていたことや一般的なおことは1メートル83センチになってます。調査した川は砂鉄川、千枚川、岩井川の3つです。芸美系で有名な砂鉄川です。一ノ関の東側に位置しています。憧れの科学者は、先ほどの動画にも出ていたニホニウムの発見者である森田光介教授です。一ノ関市内の各所にアイオン台風水位、カスリン台風水位との表示がありますが、皆さんはどれだけ知っているでしょうか？あ、雷鳴ってる。ほら言ったじゃん。お、大変、雨降ってきちゃった。あ、私傘持ってきてない。どうしよう、走って堤防まで戻ろう。岩手県にカスリン台風が上陸しました。流出家屋、全壊家屋は300戸以上に上り、被害総額は約54億円とかつてない大水害となりました。時を自由に操ることのできる太鼓だ。
これを使って君たちを元の世界に戻すことができる。私たちの使命はこの2つの台風の教訓を未来へ伝えることです。日高の大地に母なる北上川の記憶。そしてフィナーレ。この日のために生徒企画委員会が詩の原案を考案し練習を重ねてきた第42回総合開会式のエンディングテーマ曲明日へを出演者全員で歌い上げます。テレビガイド今回は一関地方産業まつり農業祭について農政課の鈴木さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の農業祭ですがいつどこで行われますか？はい、今年は、10月26日土曜日と27日の日曜日の2日間一関市総合体育館と、すぐそばの遊水地記念緑地公園を会場に開催いたします。今年はどのようなコーナーなどが設けられますか？はい、子どもからお年寄りの方まで楽しんでいただけるように各種コーナー、ステージイベントを企画しております。ステージイベントについてはそれ池アンパンマンショーや地元の農産物が当たるクイズ大会などがあります。その他コーナーについては、生産者が作った農産物を農産物品評会で展示・表彰するほか農産物直売コーナーや地元の食材をふんだんに使った屋台村コーナーなどがございます。さらに子どもランドでは、ユードームの敷地に隣接している遊水地記念緑地公園で子どもランドを開催します。ポッポトレインやふわふわトランポリンなどお子様に楽しんでいただけるようなコーナーを準備しております。また10月27日は12時からちびっこ釣り大会も開催します。当日参加も可能ですのでご参加ください。この農業祭では同時開催のイベントもあるようですね。はい、昨年に引き続き岩手南牛祭りを開催いたしますし日曜日には新規就農に向けた人たちを対象に一関新規就農ガイダンスを開催いたします。それでは最後に一言お願いします。先ほど紹介いたしました各コーナーや盛りだくさんのイベントを企画しております。今年は店舗数も昨年度に比べ8店舗も増えております。ぜひこの機会に地元の一関地方の豊かな自然と大地で育った農産物を見ていただき知っていただき味わっていただきたいと思いますので皆さんご家族連れまたご友人と農業祭へお越しください。お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。